こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストロングコメット、ちょっと出遅れ、サミークオード、こちらもダッシュがつきませんでした。アートサイレンス、前に行きそうです。ストーンステッパー、これに続きます。その外にボールド女王、その外から鳥海冠、内からはウェディングモニカ、トシボイス、そのうちに続いています。その後ろにブルーガバメント、サミークオード、そのうちに続いています。並んで5番、エイシンホープ、しんがりからカリスタクラウン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。11番、ボールド女王、リードは1馬身から2馬身、ストロングコメット、それに続いています。さあ先頭はまだ、11番、ボールド女王、まだ粘っています。2番手のストロングコメット、先頭を捉える勢いです。名声オペラ、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はボールド女王、アートサイレンス、その後ろ。さあ直線に入りました。これからの勝負、ボールド女王先頭、差はほとんどありません。2番手はストーンステッパー、先頭を捉えるか。残り 100m、 ストーンステッパー粘り込みを図ります。名声オペラ、名声オペラ、名声オペラ、1着、2着にはどうやらストーンステッパー、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは名声オペラ。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。ダイワカーリア、前に行きそうです。ダイワカーリア、競りかけていきました。石のサンデー、そのうちに続いています。すぐ後ろに OA コスモス、その外からビッグサンデー、内からは菅野王子、これに続くのがユーセディバイ、グルメフロンティア、それに続いています。その後ろからはランニングゲール、その外にダイワテキサス、その外からサカエセレナード、その隣にマイネルエイブル、マルカダイシス、すぐ後ろピンクの帽子エアエデン、その後ろしんがりから西のフェロー、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。1番人気のサイレンス鈴鹿、現在先頭を進んでいます。さあ先頭はサイレンス鈴鹿、2番手はエルコンドルパサー、ダイワカーリア3番手、さあサイレンス鈴鹿、このまま逃げ切れるかどうか。サイレンス鈴鹿先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。2番手はエルコンドルパサー、エルコンドルパサー必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。必死に追うサイレンス鈴鹿、2番手はエルコンドルパサー、先頭はサイレンス鈴鹿、1着でゴール、サイレンス鈴鹿1着、2着にはどうやらエルコンドルパサー、これが G1 馬だ。サイレンス鈴鹿
京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ホエイビグラス好スタート、綺麗なスタートを切りました。ラシアンアップル前に行きそうです。サンデーセーラそれに続いています。さらには大気へ行こう14番ホエイビグラス、その後ろ萩野リアルキング、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。サンデーセーラ先手を取りました。並んで14番ホエイビグラス好位置をキープしています。優勢トップラン、その隣にラシアンアップル、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。一番人気の優勢トップラン現在先団です。筑波シンフォニー、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から見てみましょう。スケールアーチ先手を取りました。ホエイビグラス、この馬もこのグループ、すぐ隣にサンデーセーラ 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはスケールアーチ、その横にホエイビグラス、優勢トップラン好位をキープ、その隣にラシアンアップル、その横に大気へ行こう、マイネルブリッジすぐ後ろ、京都競馬場3コーナー坂を上りそして下っていきます。ここでサンデーセーラ先頭に変わりました。スケールアーチほとんど差がありません。ホエイビグラス3番手、優勢トップラン E 位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は優勢トップラン、優勢トップラン先頭、引き離しにかかる。残り 200m、 優勢トップラン先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はシルクジャスティス、優勢トップラン1着、優勢トップラン完勝、優勢トップラン1着、2着はシルクジャスティス、これが G1 馬の実力だ。優勢トップラン